聖樹寺は、岩手県森岡市北山二丁目にある、臨在宗明神寺派の寺院。森岡藩主南部下の国元の膨大寺である。随派と峰山法恩寺、大宝山東前寺、宝州森岡山永福寺、陽守山京清寺とともに、森岡御山の一つである。また現在の森岡間の33箇所第17番札所でも、ある。3号は大公さん、大光山。 本尊は釈迦如来、東急は東外。正式名称は聖樹前寺であるが、通称の聖樹寺で言及されることが多い。海山は参考国際国史。当初は参古郡、小向井村にあり、参考案という名称であった。以後衰退していたが、参考上主である南部信長が松島の随岸寺の僧侶である実党の弟子席門を招いて中校した。 森岡城及びその城下町が建設されると、上田門前町の高源寺旧地に移転して、書道役栗が建設される。現在4年には、寺城五百国を配領され、元禄年中に、伽藍が再興される。文化6年から2年間かけて、江戸の漢王寺の五十棟を模倣して五十棟が建設される。なおこの五十棟は、現在は、書層部分しか残っていない。 藩死下防大寺として繁栄したが、明治一新以降は事業を失い衰退し、後に復興した。第二次世界大戦後に、松寺で森岡艦論33箇所第17番札所の秋の利案が廃寺となったので、森岡艦論33箇所第17番の聖観のを引き継いで森岡艦論33箇所第17番札所となる。戦術の通り、 文化年中に建設された五十棟が、諸層部分のみ残存しており、小安地蔵堂と呼称されている。ありがとうございます。